香りがしてくる。香り、ニラとひき肉、これがね大変美味しい。どうもー、キュアレモンサワーです。はい、ということでですね、今回は謝罪動画であります。札幌一番ごま味醤油そば、全国で発売されたんですけども、なかなか手に入らない地域があるというふうにめちゃめちゃお問い合わせが来ております。なんでそうなってるかっていうと、期間限定で数量限定なんですね。なので買えるところと買えないところがあるっていうところがありまして、これめちゃめちゃうまいんですけど行き届かないというのがあるらしくてですね、心を痛めまして、皆さんがこんなに食べたいって言っていただいてるのになんで食べれないんだっていうのがありましたので、私ですね、大元のこの味の原型になったレシピがあるんです、実はね。なのでこれをですね、元レシピを皆さんにお伝えして、食べれなかった人たちも本当に幸せになっていただきたいと、皆さんに本当に美味しいごま味醤油ラーメンで作るごま味醤油まぜそば、食べてみた人の感想を聞くと両方美味しいってみんな言ってくれるんですけども、結構ねこっちの方が人気高いです。作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピですね、やっていきたいと思います。ちょっと元レシピに乗じてやりますんで、まあ、材料はね、豚ひき肉、ニラ半束、ニンニク1かけ、オイスターソース、概要欄にね載ってますんでね、じゃあやっていきたいと思います。前回ラバースなので、いつもみたいなね、先ほどもみたいなね、茶番はやりませんよ本当に。この動画はね、札幌一番さんの公式動画ではなく、僕が勝手に酔っ払ってやってる非公式動画なんで、札幌一番さん全く関係ないので、僕が粗相を犯したとしても札幌一番さんは怒んないでください。あれを取り除くんですよ、これ、こいつをちょっと粗みじんにします。ニラもね、めちゃめちゃパンチのあるラーメンなので、まあ、3、4センチ幅に刻んでいきます。これでニラのね、栄養素がちゅっぽり取れると。まずですね、フライパンに火にかけます。小さじ1半ぐらいですよね。ごま味醤油ラーメンっていうのは醤油味をベースにしてるんですけど、これね、調味料が入ってるんですね。あとでちょっと説明します。まずね、豚ひき肉中火ぐらいで、ニンニクね、ひき肉を炒めてからニンニク、そうするとね、ニンニクが焦げづらいんでね、いい香りがしてくる。香り、唐辛子も入れて、唐辛子、まあ、これ好みなんですけども、このニンニクと唐辛子の香りで、あれ、この匂いを逃がしたくないので、私また君に恋してる。そして飲むのは今日です。やらなきゃ。乾杯。もう入れるの忘れた。はい、はい、お願いします。こんな感じで炒まりました。ここでニラ、ニラもね、たっぷり入れちゃう。ニラはこれからが旬だから、ニラはね、そんなに炒めないで、さっと炒めましょう。ニラがちょっとしなっとなってきたかなっていうぐらいで止めてください、火を。これぐらいです、皆さん。あとは余熱で火が通ってくんで、このごま味のスープとこれ切りごも分かれてるんでね、スープですよ。はい、小さじ1と、はい、半分です。はい、この残りのごまスープはもう取っときます。調味料ちゃんとね、これ次入れとく。この調味料ね、大事ですから。オイスターソース、辛口オイスターまぜそばなんで、オイスターの力を借ります。小さじ1ぐらいですね。はい、ごま味スープ全部ここに入れます。で、これお湯注げばもう美味しいごま味スープになります。これはね、やってください。お湯も沸きましたね。ここに麺を投入します。茹でていきます。これ、ね、混ぜそばなんでね、若干固めぐらいで大丈夫です。あの、こちらに大さじ1杯のスープ入れて混ぜてください。タレができますんでね、これね、やっといてください。こっちに茹で汁、はい、非常に美味しいスープになります。この醤油スープが美味しいから、チャ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 をここに入れます。そしたらね、まあ、ちょっとこのちょっと麺と絡ませてあげるんですよ。あ、すげえいいのする。全体的に混ざさったら、ニラ、ニラはね、がっつりでございます。ちょっとシャキッと感も残ったこのニラとひき肉、これがね、大変美味しい。切りごまです。パラ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 、良いじゃないのこれ。一味唐辛子ね、ちょっと辛口にしたいので、一味唐辛子小さじね、4分の1ぐらい。ということで、札幌一番辛口オイスター混ぜそばでござる。ということで、できましたので早速食べていきたいと思います。食べていきます。
混ぜそばなのでちゃんと混ぜていただきますよ。いただきます。ちょっと待ってね。これは札幌一番のアレンジの中でもかなりランク上。唐辛子の辛さが際立って、ラーメンなんだけどつまみ受けの味付けになってます。これうまっ。味変かもしれないでしょ。ちょっとね、ラー油、奇跡の札幌一番が完成してしまう。悪魔だったですね。やば、これね、アレンジレシピとしてさ、完成されすぎてんだよね。スープもついてくるし、混ぜそばもちゃんとこなしできるっていう。今回ね、ニラでやったんだけど、いろんな野菜では大丈夫ですよ。キャベツでやっていただいてもいいし、ほうれん草でやってもいただいていいし、水菜とか、お野菜全部はこれ。なぜかというとね、オイスターソースとこのごま味のタレの味がね、際立ってるから。辛さが苦手な方はね、一味唐辛子をちょっとね、抜いてもらってもいいですよ。目に食べようと思ったんだけどね、無限レモンそば。私はとんでもないものを生み出してしまいました。普通に俺、札幌島好き。これはうまっ。なので、皆さん、ぜひ作ってみてください。ちょっと粗みじんにしますね。あれ？どういう？大丈夫？大丈夫？なんか肩がちょっと痛かったから、四十肩だから。まだ早いよな。